際電話でね、消えてしまいたい、リポートが書けなくなっちゃった、ここぞ父親の出番だと思って。その質問にまたあるんですけど、マリさんアメリカの大学を首席で3年で卒業したと聞いてびっくりしました、はい、あと国際結婚もされましたが、関根さん的に何か大変なことありましたかっていう。大学3年で卒業ってかなりすごいし、首席もすごいですよね。学部首席なんですけどもね、自分で選んでボストンの大学行ったわけですよ。でそれでリポート出して、学校の成績出して、で向こうに行って、で僕はほら赤点ばっかり取ってたって話したじゃないですか、全ての教科で赤点を取る、そうそうそう。でそれをマリにも話してあったんですよ、うんうん、心理学の本に書いてあったんですね。父親のダメなところも話しておきましょうと、うん、正しくね、どこがお父さんは優れててどこがダメだったか、人間としての、ね、いろんなバランスがあるからそれ話しておいたんですよ。でね、うちの妻がね、まあなんか期待してたから、マリがね成績が小学校の時から僕とは全然違って良かったんですよ、中学も高校も。でも僕はね、なんかね、母親とか僕にね、いい顔するために無理してんじゃないかと思ったんです。あ、両親がいる顔を見るためになんかすごい苦労したり無理して何とかついてってます、ね、そう両親をがっかりさせたくないっていう、うん、で大学行った時に電話かかってきたんですよ、国際電話でね、うん、リポートが書けなくなっちゃったって言うんですよ僕に。ほう、消えてしまいたい、これはもう僕の出てくるところだなと思ってね、ここぞ父親の出番だと思って、ほいほい、マリー、お父さんはずっと心配してたんだよ、無理してるだろう、優等生の仮面をさもう下ろしていいよ、赤点取ったって構わないんだよって言ったら、うん、お前と一緒にするなよって言われました。ね、お父さんがね娘に寄り添える、よしちょっとかっこいいお父さん見せるぞと思って国際電話で言ったらお前と一緒にすんだと。そう、その時おお、よかったよかったっつって、じゃあリポート頑張ってねって言って、お前みたいな落ちこぼれた違うんだぞ。そうまあある種もう親超えたわけですもんね。そうですよ、もうはあ、よかったですね、結果として。よかったですよ。はあ、